も高田桃です。今日は高田桃おすすめの本を紹介します。今日紹介する本はコーヒーが冷めないうちにという本です。この本は本屋大賞にもノミネートされた作品なので、多分一時期本屋さんの目立つところに置かれてたんじゃないかなって思います。あらすじというか簡単に説明すると、この本の中に喫茶店ふにふ、本当にやってる？調べる。ふにくら、どういう意味なんだろうねこれ。合ってますね。喫茶店ふにくりふにくら、本当にふにくりふにくらっていうところがあるんですけど、そこの喫茶店には不思議な都市伝説があるって言われてて、店内の一つの決められた席、ある席に座ると過去に戻ることができるよっていう席があるんです。でもこの過去に戻るためにはいくつかのルールがあって、そのうちの一つが、過去に戻れるのは一杯のコーヒーが冷めるまでの間だけで、コーヒーが冷める前までに飲み干さなければこの現代の世界には戻ってこれませんっていうルールがあります。で、このような不思議な都市伝説がある喫茶店には、もういろんな恋人とか夫婦だったり親子とかがいろんな問題とか気持ちを抱えてこの喫茶店にやってくるんですよ。で、このいろんな問題とか気持ちを抱えた人々が過去に戻りたいってくるんですけど、そこから人の絆っていうものを感じることができる一冊ですね。で、ここで過去に戻っても過去を変えたり未来を変えたりすることは全くできないっていう決まりなんですけど、でも過去に戻っていろいろそこの席に座って会うことで、その時の後悔とかを、後悔をなかったことにする後悔を抱えたまま生きていくと、やっぱ精神的にも苦しいと思うんですけど、それを救ってあげることになっているんですよね、その席が、一席が。だから新たな一歩を踏み出すための席っていうのでもあると思います。ちなみに桃が戻りたいなって思う時間は、いつ？小学生の3年生ぐらいに戻りたい。で、やり直したい、全体的にですね。何が、具体的に何で戻りたいかは、何があったかまでは言わないんですけど、いろいろそこら辺から自分的に変わってきたなって思うので、性格とか見た目とかも。だからもうちょっとそこで何か違ったことをしたら、もうちょっともしかしたらおとなしくて頭のいい子だったかもしれないなって思って、その頃に戻ってそんな自分にも出会ってみたいなって。なんで、話戻ると、この本はなんて言うんだろう、今を大事に後悔しないように言葉を尽くそう、大事にしようみたいな気持ちになれる本だなって思いました。はい。そう、でもこの本の中にはそうやってちょっと感動したりするところもあるんですけど、一人の不思議な女性とかも出てきて、ちょっと面白いなって思います。で、本の帯とかにも4回泣けるっていうコピーがあるんですよ。で、ももは何
度読み返してもちょっとうるっとするところがあったりします。で、この本には続編が2冊ぐらいかなあって、そっちも基本的なメインの登場人物はほぼ変わらないけど、いろんなまた 別に他の人が喫茶店に遊びに来る、訪ねてくる。で、そっちも一緒に読んでみたら面白いかなって思います。そんな感じ。コーヒーが冷めないうちに、あ、映画化もしてるみたい。もうちょっと時間が合わなくて見れてはないんですけど、面白いよって友達が言ってたので面白いんだと思います。はい、というわけで今回もまた皆さんからおすすめの本、漫画、映画、音楽などあればコメントで教えてください。読みます。以上、高田桃でした。バイバーイ。